これから花いかだについてお話します。この花いかだですが、花はですね4月から5月頃に目立たないんですが黄緑色の花を咲かせます。また大きさはですね通常は1メートルぐらいのものが多いんですが中には2メートルぐらいに成長する花いかだの木もあります。次に特徴ですが特徴はこの花いかだの若葉は山菜として利用されていて食べることができます。また常緑樹と落葉樹に分けますと落葉樹の仲間になります。次に成長が早いか遅いかに分けますと早い仲間になります。また剪定の強さですがこの花いかだという木は強い剪定に耐えることができません。それを踏まえまして剪定のポイントですが通常はですね株が株が大きくなるという、性質がありますので、株が増えた場合はですね、10本でしたら、例えば6本残して、4本切って6本を残すような株を減らすような形の剪定をすることがポイントとなります。料金は高さが2メートルで3000円からとなります。